から直子さんに指令です。ブルーインパルスの魅力を一言で言うと、まず人間が飛んでいることが素晴らしいなと思います。鳥のような飛行をしてるんですよ。あれ1ミリもずれないあのチームの結束力がもう本当素晴らしいなと、というより一言で言い表せられません。マナミンから伊藤ちゃんに指令です。伊藤ちゃんにとってズバリオタクとは？趣味の塊。それでは行きます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロキュー。木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りします。そして今週一緒にベロキューをお送りする仲間は、こんばんは、リンクの副リーダー原直子です。こんばんは、リンクの伊藤真希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと伊藤ちゃんのテンション低すぎでしょ。伊藤ちゃん、いやなんか久しぶりに来てちょっと緊張してるんですよね。なんかそうなのね。緊張します、ここ広い。そうそうだね、確かにこのスタジオ内は広いですけれども、ね、あの私この、ま、指令をこう、うん、知性さんから聞いてからもちょっとわからなかったんですけど、うん、ブルーインパルスって何ですか、うん、最初、うん、あの馬の名前と思って、なんかディープインパクトみたいな。ディープインパクトね。馬ね。完全に馬の名前かなと思って。違うよ。え、結構知らない人多いんですかね、はい、伊藤ちゃん知ってる知ってる知ってるな。ブルーインパルスですか、うん、そう、低いなテンション。ブルーインパルス、ブルーインパルス、青い芸人さんみたいな感じですかね。あ、なんか、はい、なんかさ、ブルーインパルスってなんて言うんですかね。うん、はい、あれですよ、航空自衛隊の中のアクロバットチームです。はい、そうなんですね。この間も散々言ってたのに。初めて知った。嘘。本当に？これですよ。はい。私今日持ってきたんですよ。この間も資料まで。そう。はい、航空祭に、はい。知性さんとちょっとお仕事で行ってきて、はい。じゃん。すごい。すごいでしょ、これ。あの、そのパイロットさんのサインが書いて、くださったんですよ。じゃあそれももらいました。直子さんは飛行機が好きなんですね。はい、そう、好きなんですよ、私。へー。すごくないですか？人間が空飛んでるんですよ。めっちゃ。めっちゃすごくない？いつも真面目な直子さんが非常に興奮しております。すごいでしょ。人間が地を離れて空を飛んでるっていう、素晴らしい。そうなんですね。めっちゃテンション上がりますよね。じゃあちょっと後で調べてみます。本当？ありがとうございます。うん、オッケー。そして伊藤ちゃん。はい。いやちょっと伊藤ちゃんのこのテンションの低さがちょっと周りに映っちゃってるんですよ。やめてください、そのテンションの低さ。テンション低いですかね。低いよ。低いですか。もうこの直子さんとこうやってあのアーミンがこう話してる時も、うん、もうへーっていう声もへーみたいな感じで。いや、どうした、あれですね、なんか、はい、可愛い女の子二人に挟まれてちょっと喋りにくい感じですね。怖い。僕めっちゃ緊張してます。かわいいよ。あの伊藤ちゃんにとってズバリオタクとは趣味の塊ということで。趣味の塊というか、うんうんうん、なオタクって言っても、あれですよ、普通の人間ですよ。そうだよ。そうだよ。はい、うん、どうした。あ、やっぱりです、あの趣味の塊ということで、もうまとめられない。そうなんですね。ちょっと伊藤ちゃんは今日の久々の、はい、久々って言っても最近出ましたけど、ベロキュー出演ということで、うん、そうですね、あの可愛い女の子2人に囲まれて、そう、緊張してるそうです。イエーイ、なんだこのテンション。いやー、やばい、直子さんが肩をくっつけてきた。やばい。よかったです。直子さんと糸巻さんとアミの3人でベロキュー楽しくお送りしていきましょう。ベロキューでは皆さんのフリーメッセージをお待ちしております。E メールの方は veq@kbc.co.jp、 ファックスの方は 092-722-4242 までお願いします。ではまず1曲聴いていただきましょう。リンクで幸せのエナジー。ふぅ、なんすか伊藤ちゃんの緊張した。緊張の生田はすごい緊張した。前回めっちゃね、緊張します。めっちゃ手汗かいてどうした？すごい。なんで2回目なのに？めっちゃ緊張し。これ今日
時間出て、あの黄色の上かあれです、あれか、今5分経ってますね。どこやと思う、あれか、あ、これが、これが待ち構えている、待ち構えてるよ、頑張って、部屋席、部屋席で、使うものはこれ、流れてる時映ってるよね、映ってますよ、声も入ってるよ、声も入ってますね、入ってます、やばい、あ、でも全部が全部ってわけでは、しなこさんなんか言ってくださいよ、なんかいいっすよ、踊る、ワンコーラスだけかも、ほんと、あ、ちゃう、違った。ちょっとなおこさん。エナジー。あー。はい。よし。お送りした曲はリンクで幸せのエナジーでした。でもなんか変な声が。でもなおこさんの笑い声。福岡市中央区長浜1丁目からお送りしていますベロ Q。 木曜日はリンクのアミンとその仲間たちのキューティーでレディーな25分でお送りしています。では早速すでにいただいているメッセージをご紹介していきましょう。イエイイエーイ。ラジオネームみかんさん、おお、リンクの皆さんこんばんは。こんばんは。先日初めて公演見に行きました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもこのベロ Q を楽しく聞いていたのでアーミンに会えてすごく嬉しかったし楽しかったです。これからも時間があるときは見に行きますので頑張ってください。アーミー押しますというメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、聞いてください、うん、そうです、あの先日、うん、あの公演で、公演ってステージ終わった後に、うん、こうファンとの、うん、なんですか、アイドルとの触れ合いみたいな感じで物販っていう時間があるんですけど、うんうん、写真にサイン書いたりとかね、そうです、そこでこのみかんさん来てくれました。お、そうです、来ていただいたんですよ。メッセージをくれたみかんさんが、はい、そうです、そうです、みかんって言いますって言って来てくださって、すごい、そう、物販も2回ぐらい並んでくれて、うわー、めっちゃ嬉しいやん、それ、はい、すっごく嬉しかったです。いや、だってこんなラジオを通して来てくれるっていう、うんうん、今までなかったので、なかなか、じゃあこの声の持ち主、そうです、アーミンやって来てくれたんや、はい、そうです。でもなんか初めてこうお話しした時は、うん、あのこういう見た目、あの声しか聞こえないので分からないじゃないですか、うん、見た目どんな感じかっての、うん、でもすごい驚かれてましたね、私 の、うん、あの予想を上回る、うん、回る身長の低さに驚いていました。高そうに見えたかな、はい、そうです、伊藤ちゃんなんで黙ってるのかな。いやー、いや、私もラジオ出たことあるのになんで物販来てくれなかったのかなって思って伊藤ちゃん、伊藤ちゃん面白いですね。あ、本当ですか、うん、ぜひ、じゃあ、あの、うん、きっとみかんさんもね、ああ、あの、今回伊藤ちゃんが出てるから、伊藤ちゃんの物販来てくれる。よし、物販待ってます。伊藤は売れたい。それでいい、面白い、面白いよ、伊藤ちゃん、いいよ。だで、そのなんかみかんさん声来てくれたんですけど、うん、あのね、次回また大きいイベントありますよね。ありますね、あの来年の、お、ありますよ、1月5日、1月5日。なんと、あの、福岡市民会館大ホールで、あの、何ですか？明けまして、おめでとうございましてというね。そうです。リンクの、あの、ツアータイトルです。そうです、そうです。楽しもうで。ステージがあります。楽しもうでですか？楽しもうで、明けまして、おめでとうございまして。っていう、大きいイベントがあるんです。イェーイ、イェーイ、そうです、そうです。ちょっと名前が急遽決まったんですよね。急遽決まって、しかも、あ、そう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 、キャパが1800人という。ああ。1800ってすごい。いや、相当すごいですよ。だって普通の私たちの、はい、いつも公演やってる天神ベストホールが、あ、まあ、マックスで250ぐらいですね。はい。何倍？もう、伊藤ちゃんの顔何個分なんだろうね。何個分、ね、でも言うてでもそんなないんじゃないですか最近顔ちっちゃくなってきたし。本当？そうなのか。で、今日さ、ずっと思ってたんだけどね、うん、伊藤ちゃん今日、なんか、ハーフツインっていうのかな、この髪型。はい、あ、そうです。今日ハーフツインで来てますね、このラジオ。顔のさ、横にこう、毛があるからさ、うん、ちょっと顔のサイズがこう、広がってるわけよ。確かに伊藤ちゃんだけ、なんか、SML で言う。誰が顔でかいやー
よし。よし、なんか調子出てきた。調子出てきた。あ、そんな顔のでかい伊藤ちゃん。うん、この、楽しもうでで、うん、これ、席に名前がありまして。そうそう。一番見えやすい、SS 席、うん、?SSS 席ですかね。SS 席です、ね。S が3つ続いてる、この席。うん、総長の椅子って言って、それが8席だけなんですけど、うん、最前の中央席、ど真ん中の。ど真ん中席。があったりだとか、うん、あとカップル席の秋山アリスの優雅な相棒カップル席とかリア充だA 席値段も場所も行く場になっちゃう席とか結構席に、うん、名前があって、うん、しかも伊藤ちゃんの席おそうそれですよ B 席ですね歌いや踊りや大騒ぎ伊藤席っていう席が3階席で1000円で一番安い席になってるんですけど。1000円自由席で、うんうん、ね、すごい、うん。行きやすいよね。行きやすいですよ。で、いや、なんでみんな買わないんですか？どうした電気？いや、なんで最初に SS 席が売れるんですか？だって一番高いでしょ、うんうん、説明すると、この総長の椅子っていう一番高い席と、うん、ユミがでっかくめちゃった席っていう、次に高い、席があるんですけど、うん、そこがもう完売して、完売。しかもその優雅な相棒カップル席も売り切れの、うん、このなんか撮影 A 席ってまた別の席があるんですけどコスモ漂うアーター撮影席っていうのもまた完売して2階最前です、ね、そうなんですよで伊藤ちゃんの席はというと、結構な売れ残りだそういや思うんですけ どいややっぱりオタクなら、はい、あれですよ普通ねえ売り上げするでしょじゃあ伊藤席でいいじゃないですか。ちょっとこの時間は伊藤ちゃんが興奮しております。本当に伊藤ちゃん叩かないよ伊藤ちゃん。机叩いちゃダメよ。落ち着いて。伊藤席を、ね、みんなで。そうですね。このベロ級で、うん、このね伊藤ちゃんのラジオっていうか伊藤ちゃんが出演するこのベロ級聞いた人はみんな、うん、この三階席千円のねそう歌いや踊りや大騒ぎ伊藤席を買ってください。もうお願いします。買ってください。で、はい、そこが嫌だって方は、S 席の、表情まで丸見え萌え P 席っていう、3000円の指定席が、うん、若干売れ残、まだありますので、ぜひ、そちらの方も、うん、ね、買っていただけたらって思います、ね。ぜひぜひ。表情より売り多いでしょぜひ、皆さん、来てください。はい。1月5日。1月5日、誕生日。市民会館ホールで待ってます。待ってます。他にもメンバーへ質問、相談、応援メッセージなどありましたらメールください。宛先は veq@kbc.co.jp です。どしどしメールください。待ってまーす。待ってまーす。イェイ。あ、やばいやばい。来た。来たぜ、来たぜ。リンクでシャイニングスターをお聴きいただいています。この曲を聴きながらお別れです。なおこさんも伊藤真希ちゃんも今日のベロキューどうでしたか？楽しかった！すっごい楽しかった！もう喋れなかったから喋ります。もう本当にすっごい楽しかったです。もう次も出たいです。次も来週も、再来週も出たいです。伊藤ちゃん当たるか？壊れた。伊藤ちゃん。すごい楽しかった。もう楽しい。B 席買ってください。お願いします。しましょう。もう最初からそのテンションでしたか？私ですか？1月5日そう皆さん私誕生日なのでそうですそうです、はい、そうなんですよなのでぜひ来ていただきたいなと思いますしかもなんか今日のベロキューは、うん、なんかたくさん1月5日のその楽しもうでについて話した気がします、うんうん、チケットに関しては、まあ、詳しくはリンクのホームページ見ていただいたら購入の仕方がわかるので皆さんぜひチェックしてください、はい、来週は岸田真由さんと大石芽衣ちゃんが登場しますベロキュー今日のお相手はリンクのアーミンと原直子と伊藤真希でしたそれではおやすみなさーいうわやりきったぞ弟子入りしていいですか私も魔法使いたいですね伊藤ちゃんの魔法でお顔デカデカもうみんな顔デカくなれそれ魔法じゃない呪いやん
呪いやないか、それは。呪いじゃないですか。